ラドロア級駆逐艦は第二次世界大戦前にフランス海軍が建造した駆逐艦の艦級。フランス海軍における類別は艦隊水雷艇である。本級はフランス海軍による新艦隊計画に基づきブーラスク級の改良型として1924年度海軍計画で6隻、1925年度海軍計画で4隻。 1926年度海軍計画で4隻の、計1 4隻が建造されたクラスである。本級の船体は単船首楼型船体であった。クリッパー型艦首から艦元の高い艦腫肝盤上に 13cm 速射砲を棒立ての、ついた、単装砲がで背負い式に2機を、配置、2番手砲の基部から、上部構造物が始まり、その上に、 即居儀を乗せた箱型の環境の両脇に船橋を設けた。環境と簡素な三脚式の全部マストが立ったところで、選手楼は終了し、甲板一段分下がって三本煙突が立つ。その周囲は関西艇置き場となっており、二本一組のボートダビットが片元一機ずつ、計二機で運用された。三番煙突の後部に、船体中央部に55センチメートル三 連装魚雷発射管が直列に2機が配置された。後部甲板上に後部マストが立ち、その背後に1 3トル手法が後ろ向きに背負い式で2機配置された。手法は1924年型1 3トル速射砲を採用している。その性能は重量3 4 8 5ラムの砲弾を 最大行角35度で18,700メートルまで届かせられ、射程1万メートルで走行80ミリメートルを貫通することができる、この砲を単走砲で4機を搭載した。砲画の不行能力は行角35度、深く10度である。さらに、旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていた。砲の旋回、方針の上下、 砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分6発である。他に、対空火器として、1924年型 7.5cm 降角砲を採用している。その性能は、重量 5.93kg の砲弾を行角40度で、射程 14,100m、最大行角90度で、高度 8,000m まで届かせられる、この砲を、 単装砲で一機を搭載した。砲画の不行能力は、行角90度、深く10度である。さらに、旋回角度は300の旋回角度を持っていた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分15発である。他に8ミリメートル機銃2丁を装備した。 対艦攻撃用に 55cm 巨雷発射艦を3連装で2機を搭載した。本級は収益後の1930年代に順次、対空火器の 7.5cm 広角砲と 8mm 機銃を撤去してを新型のものに更新した。オチキス 3.7cm 機関砲を連装砲がで2機とオチキス 13.2mm 重機関銃を 連装方がで2機搭載した。本級のボイラーは、土天無式高温水管管3機とギアードタービンで2機、二軸推進の組み合わせであったが、推進機関は、性能比較のため各間で異なっていた。ラドロア、ラルション、フロンデルは、ゾイリー式、フグルのみ、ラチュー式で、その他は、パーソンズ式であった。乗用出力は3万4千馬力で、 速力33.0ノットで14ノットで2150回りを航行できるとされた。ありがとうございます。